こんばんは。こんばんは。今このインスタライブをやろうとして、なんかエフェクトってあるじゃないですか。なんかエフェクトをやってみたんだけど、ちょっとわけが分かんなかったので、多分一回なんかやっちゃって消え、なんか分かんなくなって、速攻やばい怖いと思って消しちゃったんだけど、さっきインスタ一回ミスりまインスタライブ一回ミスりました。あ、ここに2期できて一回切れましたよね。 はい、 What's up, man? いや、真っ暗じゃない。 I love you, thank you. 終わるの2秒ぐらいで終わったからね。たたたたたたた。今からでも実はできんのか。この顔かな、右上の顔押したら、もしかしたら、もしかするのかな。よいしょ。なんだ。これなんやね。すいません。ああ、メデューサ、メデューサや。 ああ、こうなるんだね、ちゃんとね。ちょっと恥ずかしすぎたな、なんか。 一目でこれやんのやばいよね、これ。誰かとね、一緒にやってんだったらまだいいけど。 みんな今何やってんすか？ What are you doing, guys? It's 11:25 p.m. in Japan. So, yeah, it's night. ああ、勉強してる。アニメ見てる。ああ、なるほどね。寝ようとしてたもん。ごめんね。ちょっと怖かったっつって。もうそろそろ寝るところか。いいね。スキンケアしてたお風呂。ちょうどもう、そうだよね。明日へ向けての今だよね、多分。俺はね、ちょっと勉強して飽きてきたので、インスタライブやってみた。10:25 in Taiwan. 10:25, it means night? Is it night there? 俺は眠たくないんだよね。めちゃめちゃ夜型人間なので。全然 全然眠い。こっから夜は始まるっていうぐらい。眠くないね、俺はね。好きです、 Thank you。 顔がもうとりあえず好きやねん、 Thank you。私も眠くない？朝はね、弱いよ。めっちゃ眠そうか。ね、そうですけど。確かに。でもまだまだ全然大丈夫だ。てか、こっから逆に起きる。私は。Recommend me your favorite things, please.
songs. Is it okay with Japanese song? I love you. You're so handsome. 俺最近、じゃあ今歌の話が出たので、最近よく聴いてる、最近よくというか好きな曲があるのは、ミセスグリーンアップルが好きで、まあ、ミセスグリーンアップルの、なんだろうな、僕のこととか、あとコラボしてる天秤の歌とか、それをこうよく聴いてますね。So, I recommend Mrs. Green Apple. They're a Japanese artist. Yeah. So, I recommend them. Mrs. Green Apple. いいよね。Do you guys know them? 歌えないよ、ミセス。難しいよね。でもめっちゃ上手ですよね、話と。大森さん、ボーカルのめちゃくちゃうまいから、最近ねソロでもう、ソロデビューでいうのかなして、あのフレンチって曲を出たんですけど、めちゃくちゃいいですよ。英語話せるようになりたいね。高いもんね。そう、わかる、高いのよ。もう聞く分にはいいんだよ。歌えないからね。え、今日何曜日だっけ。 I'm practicing Japanese song recently as well. Oh really? That's good. I think that that's a good idea for me. Japanese song had Yogaku. 俺そんなにね、木曜、今日、あ、水曜、あ、水曜、まだ、木曜って言ったら水曜だ。え、どっち？水曜と木曜、2個に分かれてる。水曜？水曜が7割、木曜3割いるよ。どういうこっちゃねー。今日は水曜日。明日で木曜日かな。歯医者の先生がソダ君みたいな声なので、何？なので顔見ないようにしてます。ウケる。俺の声って特徴的だと思いますか？なんか俺は顔も俺に特徴的な部分でない気がするんだよね。ピースしてください。あと30分で目標ね。明日が目標、明後日は金曜っていう。いやいや、それはええねんっていう。Hi! What's up, guys? And I'm just done with my study right now, so I'm just doing Instagram live. てかチャームポイントだね。確かに。Have you been studying English or have you been staying overseas? I've never been staying abroad for studying something, but I just study English by myself, so yeah, keep studying. Now, say hi to Brazil! Brazil!Brazil, that I've never been there, but I really want to go there. Brazil, Portuguese. I can't say anything in Brazil, Portuguese. Oh my gosh, I can't read this. これ何語なの？このふにゃふにゃしたやつって。初って何？頑張って。What advice do you have for learning Japanese? 日本語を勉強するのなんかいい、なんかアドバイスありますかと。アドバイスか。Yeah, you should learn grammar first.
So then, yeah, Japanese grammar is very easy to learn. So it takes you like 1 month or so, and then you should try to see Japanese movies or dramas or something like that, or not sure, but just listen to Japanese. And doing a shadowing, that is a study way. It is a study way. But yeah, listening and speak out, it's a good idea to learn English, to learn Japanese. So, だから、今言ったのが、日本語を学ぶときにまず文法をやって、その文法って簡単なんで多分1ヶ月ぐらいでできちゃうかなって思うんですけど、なので、日本の文法簡単とか、日本語の文法に気にしなくてもいいよね。だから、で、その後1ヶ月バーってなんとなくやって、その後いっぱい聞いて、いっぱい喋る。That's it!So, what's your dramas? Yes, that's a good idea. That's a perfect idea. Japanese しか書かなかった。語学は文法学んだ方がいいのでしょうか？語学は文法はね、後天的にやるからには絶対通らないといけない道だと思いますね。で、文法の勉強してなくても簡単な文章をたくさん見てると、これってもしかしたらこういう文法なんじゃねとか、なんか分かってきたりするんですよ。超簡単な文法書と例文がたくさん書いてあるようなのフレーズ集とかと、なんか単語みたいな、この3つをバーってやっていくといいんじゃないかなって思います。ちょいちょいフリーズする？フリーズしますか？大丈夫ですか？1ヶ月は無理。そうか。Please say Guapo Apo. It means I am handsome. Guapo Apo って言って、それはハンサムって意味でしたって。Guapo Apo。やばくねえか？ゆくゆくはハリウッド。今度電卓の検定あります。て、電卓の検定なんてあるんだ。英語苦手な中3男子、中学校だったら英語をすぐ覚えられるな。あの、勉強をもし喋りたいんだったら勉強をやめてもらって、話す環境を作って話しまくってください。で、勉強したい、授業で点数取りたいんだったらシンプルに勉強すればできると思います。結果的に、でも話せるようになった方が最終的な自分の英語の能力は高くなるんですけどねっていう人は、ペースの勉強をちゃんとしていく、毎回にすれば苦労することはないかなと思いますね。だよね、確かに。すごいね、リスニング得意でめちゃくちゃいいと思う。俺そんなわかんない。ちょいちょい止まるか、なんか止まる。福士くん、リスニング CD 販売して受けるね。俺の声のリスニング CD。 電波悪くてもかっこいいの何？電波悪いのとかっこいいのが相関関係がない気がするので。電波無事？止まるんだ。さあ頑張れ。どれちゃう？英語の話になってきたね。たくさん聞いて喋れる環境がやっぱり一番覚えるよね。そうなんですよね。たくさんマジで聞いて、まあシャドウイングっていうやり方がね結構いいんですけど、
自分の脳みそでそれを考えながら音を出していくってなっていくといいかなと思います。ただ音だけでシャドーイングを、まあ、まずはいいんですけど、音声理解が身につくので、音をちゃんと理解してますよっていうのが身につく、音声理解した上で意味を理解できる、うん、そのいきなり意味理解できないんですよ。意味理解できてるってことは音声理解できてるので、音声理解するためにとりあえずシャドーイングで意味わかんなくてもとりあえずバーってなれる、その後に意味が考えながらさシャドーイングでしてみるみたいなことやってあげると、髪染める予定ないね。 I saw your poster in JU store in Taiwan today. そう、台湾にあるんですよ。声が大人すぎる。俺声が低いんだよね。今休校中か、大変だな。でも自分の時間たくさん作れてできるんじゃないか。日焼けしてないです。留学してないですね。 Please say Selamat malam Indonesia. Selamat malam Indonesia. あ、早くお風呂入りなさいって言ってください。早くお風呂入りなさい。もう終わるから俺も。来週英検2級大丈夫だよ。俺も2回英検2級は1回落ちたら次やったら大丈夫だ。Do you listen to K-pop? BTS Twice Blackpink. Yeah, recently I like Blackpink. They're pretty cool. Blackpink とか BTS とか TWICE とか K-POP もいいですよね、やっぱりね。英語聞くと寝ちゃうんだ。かわいいな。大学、明日大学、あ、頑張れ大学。何、頑張るの。ちょうど顔のとこにコメントが。英語でメール文章作るの早くなった。コメントとかかぶって残念。あれ、どうすんの。なんか友達やってないのかな。俺の友達。俺の友達やってないんだよね。子供や英語喋るようになってほしいですよね。明日早いけど見てて、遅刻したら福井聡太くんのインスタライブ見てて寝坊しましたって言います。嘘です。声が低いよね。何時までやる？じゃああと4分にしようか。45分までやろうか。あ、No, so close to the screen. あ、OK, OK. だから近すぎると被っちゃうか。ルルル。袖にシミがあったって。本当だ。洗わなきゃ。Guapo is also handsome in Spanish. え、似てない？はい。瞑想しませんってやばいですね。あ、頑張れ。まだ止まる？まあ、しゃあないな。あと3分で終わるから。次、表に出るのは、表に出るというか、朗読劇が4月22日にあるので、それをぜひ、もうチケットあるかな？微妙なんですけど。見てください。グッズがまだあるのかな、わからない。グッズも多分検温の公式サイトでそこで見てもらえたら何かあるかなっていう感じなので、ぜひ
止まるかな、そんな感じかな。